改めて安藤美希さん。こんにちは、安藤美希です。聴導犬の説明を少しだけしていただけますか。聴導犬の説明をお願いします。ムナちゃん、こんにちは。聴導犬のママはアーミー。アーミーちゃんって言いますね。なんでアーミーだと思う？わからない。なんでですか？アートミクのアーミー。違うの？でかいまみ。嘘。でかいまみ。普通町の会からアーミちゃんが町時計になるために寄付してくださったの。寄付？普通町の会のためにアーミちゃんの名前をアーミたのはナムアーミタプチュ。拝む時のナムアーミタプチュの真ん中のアーミ。アーミ、アーミ。ということはアーミじゃなくてアーミちゃん。大変失礼をいたしました。なりました。ムナちゃん、なんて名前だったかなと思ったら、ナムアムだと思ったら、アーミって思ってくれた。了解です。はい、了解です。ナムナム覚えくれちゃう。もう忘れません。絶対忘れません。大丈夫です。はい。で、どういう仕事を？あ、お仕事はね、家の中のお仕事は、誰が来た時のポッポーの音。チャイムね。あの、タッグをかけたときに、タッキュリね。あの、タッキュリで、あの頭、タッキュリで、何言ってるか、キャッカーとかも手を出てくるわけ。おー。そういうことも今に、ほんで、情報の音は、開けっぱなしたら、大きくなって。ピーって言うよね。なる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 。どなたわからないから、タッキュリで、何言ってた、キャッカー、情報のところも手を出てくるわけ。おー。毎日開けっぱなしだから、めちゃくちゃ言うこともあるのに、仕方がない。何が自分で閉める？自分で閉める。世話の焼ける。歌やな。なんかもう何かも言っても、見てたから、もう方々、言ってきて、今までだよって。閉めましたよって、報告に来る。報告、電話ね。あとは、電話の音。電話ね。立っててポコポコって言えてくる。でも電話はミキティは喋れないというか聞けないから、ファックスですか？普通のファックス、ファックスと、はい、メールね。ファックスとかメールがコミュニケーションの手段として有効でございますので、はい。電話はやってきないけども、でも息子さんには彼女からかかってきたりします。ちょうどな、たまにね。あとは、目覚ましとくれの音。朝起きなさい、起きなさいって言うのね。朝起きなさい時、一生懸命思ってたのは、あとで目の中に向けた頭もある。そうですか。それ見せていただけるんですか？はい、あとでと行きますから。あ、わかりました。それではですね、せっかくなんで、本当にそんな風なお仕事を、アミちゃんがどうやるのかっていうのをこれからここでやっていただいていいですか？いいですか？はい。その前にちょっとね、一緒に出てきたので、ちょっと家族君自己紹介だけしてください。お歌は後ですが、自己紹介だけ。それでどんなおかんかもちょっと一言でしょうか。私手話シンガーをやってます、安藤和之と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。去年呼んでいただいて本当に嬉しいと思います。本当に2年続けてね、ありがとうございます。本当にどんなおかんか、どんなおかんですか？そうですね、まあ、丸いですよね、やっぱり。それはね、私にも響くし。はい、そういうこと言ったんです、ね、それは女子に、はいはい、まあ丸いけど。でも本当に聴導犬来る前は本当に痩せてて、はい、痩せ細ってたんですけど、で、ちょっと性格もピリピリしてて、そうやった。そう、ちょっと近づけないような雰囲気も出たんですけど、でもその聴導犬が来た時に、もうすごく柔らかくなって。ということは聴導犬が彼女を変えたわけですか？安心した。安心したら体格もそうなるんですか？そうですね、ちょっと丸くなっちゃいました。あんまり安心せんでもよかったのにね。そこまで安心せんでもね。性格も丸くなったんで、まあ、でもよかったですね。よかったなと思います。そうなんや。日頃はどういうふうに呼んでるんですか、母ちゃんのことは？もうおかん。あ、おかんですね。やっぱ関西人はみんなそうですね、おかんよね。うちもね、おかんはもう卒業90歳になりましてね、今もう完全なベイビーになっちゃって、すごい可愛くなっちゃってるんですけどね、おかんがおります。こんなにも良くないですけど。、はい、
ね、で今ねお二人でその聴導犬のことについて全国公演とかされる時に和成くんも一緒に行って歌を披露されたりっていうね、素敵な親子でやってらっしゃるんですよ。ということでじゃあ和成くんにはちょっと待ってていただいてデモンストレーションをねやっていただきたいと思います。自衛隊のアラームが鳴ったとき、あー、むちゃがどんな動きをするか、見てください。アミちゃん、お願いします。シグナルの音がちっちゃかったのであれでしたけど、まあ、ちょっと光ったから分かるかもしれません。あの音を聞いてそこへ行って確認をしてからおかんを呼びに行くということなんですね。ああすごいという感じで、それが冷蔵庫のドアが開いてる音でもファックスが入った音でも、例えば夜間がピーとか言ってるとか、そういうのでも、それお客さんがピンポンとか全部教えてくれる。すごいですね。で、公園に行ったりされるでしょ。前聞いたんですけど、公園に出かけたり、外へ一緒にされますよね。公園っていうのはお話をする方の公園ね。一緒に行かれたりすると、後ろから車が来ても、わかんない、車が来てもね、後ろから来ても、わかんない、そう。で、私ら聞こえてる人間は、後ろから車が来ると道避けたりしますよね。ですけど、聞こえないので、それを聴導犬のアミが、お母ちゃん、危ないから、こっちとやれ。って言ってね、待ってくれたりするんですね。それからあの新幹線の中でお手洗いとか行きたくなるでしょ。そうすると新幹線の中でトイレとか行ってる時に、アミがちゃんとドアの外でね、お母ちゃんが入ってるからねって言ってこう。だって外からノックされても聞こえないでしょ。だからアミちゃんが外でね、座ってね、お母ちゃんが中で御用足してますよっていう風に、本当に日常生活のまあ、彼女の耳の耳の代わりになってくださるっていうのが聴導犬、耳の代わりね、可愛いですね。そうですね。ピンポンの音もね、じゃあ今度はそのピンポンがちょっと大きめになるように設定してやってもらっていいですか。考えてもここ言えちゃうもんね。そらアミちゃんも困りますよね。ピンポン言うたってどこが玄関か分かりませんお家やったらもう必ず玄関こっちって分かってるけどね。これはちょっとでもなかなか難問でしたが、やり遂げました。ということでこれからもアミと一緒にね頑張ってください。もう一つありますか。これは鍵を落とった音。鍵を落とすことってありますよね。でも聞こえないですよね。ミキティはじゃあちょっと鍵を落とした時にどうするか。はいはい、鍵を落とした音が聞こえないので、あの鍵を落とした時に家と車に電車からコロ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 歩いてみますので、ちょっと待ってください。賢すぎるやん、速攻ですやんね
したらちょっとこう行き過ぎてかなと思うんだけど、兄賢いから速攻ですやん。すごいね。あと、目玉言っとけよ、今からな、今からどうやったら起こすか、あーむちゃんを見てください。はい、起こす方法もあるわけですね。はい、まさか噛んだりするんちゃうやろ。ちょっと噛んだら、むなちゃん。あ、ミッキーのスタオルですね。で、だんだん朝が近づいてきました。すごい。そら寝てられへんな。寝てられませんね、あれではね。普通のワンちゃんならワンっていうところでしょうけど、ワンって言っても聞こえないですからね。鼻でそのガン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 とガンを金塊みたいな感じなんですね。はい、ありがとうございます。はい、ということでデモンストレーション終わりでした。はい、アンとミキティに大きな拍手を。アンありがとう、ね、今日は実は会場にね、盲導犬とご一緒にね来てくださってるお客様いるんです。はい、ということで今日は盲導犬、聴導犬どちらもね登場ということでした。ありがとうございました。